はい、ディスカッションなんですが、チャット GPT などの AI がですね、日本の起爆剤になるのかと、そういう問いかけから始まったんです。日本の起爆剤、これは経済効果とかですか？まあ、平たく言うとですね、お金になるかと。お金になるか、はい、その問いに出席者全員がイエスと答えました。中でもですね、政府の AI 戦略会議の座長も務める松尾豊さん、新たな産業革命だとして医療や金融などの分野を中心に10兆円産業にする必要があると、そう指摘したんです。10兆円、まあ、1兆円のですね、投資をやっぱり正当化するには、やっぱり10兆円ぐらいの事業に貢献するから1兆円の投資ができるっていうふうに、まあ大雑把に言うとですね、そういう構造になってるはずで、日本全体でやっぱりそういう規模の、事業産業に貢献していくという構図を作らないと、サステナブルにこの開発を続けていくというのはできないと。うん、10兆円はもう莫大すぎて想像がつかないんですが、この10兆円産業っていうのは実は一つの経済の指標にもなってるんですね、はい、例えばバブルの頃90年代というのはデパート業界が10兆円産業と言われたんですけれども、今はアマゾンみたいな通信販売の業界が10兆円産業と言われるんですよ。ですからこう私たちの生活に欠かせない産業という、まあ、そういう見方もできる、そういう指標なんですね、はい、他にはですね、こういう指摘もありました。はい、こちらですね、鳥海藤雄先生ですが、ジャニーズとか M1 グランプリとかいろんな問題を計算で分析していることで知られているんです。この鳥海さんをはじめ多くの方が指摘していたのは、言葉の壁がなくなるということですね。そして膨大なデータを人間が読む必要がなくなりますので、そこから解放された人間がですね、こう考える時間が増えて社会の発展につながるのではないかと、そういうことです。なるほど、まあ、人工知能に経済効果があるということは分かりました。ただ日常生活でどんな存在になっていくんですか？そうですよね、まあ、一番不安な点もそこだと思うんですけれども、はい、不安もありますよね、はい、そこの専門家の方もいらっしゃいました、はい、こちら、山川博さんです、はい、超知能を研究しているんです。超知能ですか？超知能です。超能力じゃないですよ、人間を超越した人工知能のことなんですね、そうしたですね、人間よりも知能の高い AI を人間がコントロールするのはやっぱり難しいということで、超知能は新しい生命に近づいていくというふうにおっしゃっているんです。人間を超越した人工知能ですって、なんかいよいよそんな世界が現実になるのかちょっとびっくりしてるんですけれども、この人工知能というのは新しい生命に今後なっていくということなんですか？新しい生命って、ね、何を言ってるのかって言われるかもしれませんが、新しい生命なので基本的な権利もあるんです。で、生存権とか労働基本権、ね、はい、働かせすぎちゃいけないよとか、あと教育を受ける権利、これつまり学習させる権利ですということですね。コンピューターを学習させていく、そういう憲法で、ね、読んだような記憶権利というのが同じの与えられるだろう。そうなんですね、鉄腕アトムとかドラえもんの世界ですよね。ですよね、まさにこうアトムってこういうところで悩んだりしてましたからね、はい、まあ、ただ、それってもう本当に漫画とかアニメの世界でしたけども、これが今目の前に来てる、はい、まあ、そういうふうなことを今学会で話しているということなんです。その辺をですね、より詳しく今回司会を務めた栗原聡先生にお聞きしました、はい、地球温暖化にしてもですね、原子力発電にしてもですね、いろいろな我々で課題があるじゃないですか。もちろん僕らは平和に生きていきたいと思ってるけれども、実際は、まあ、戦争とかですね、内戦も起きてしまっていると。全ては、まあ、我々人間同士のこう、まあ、やり取りの中から生まれてきてしまってるわけですね。じゃあこれを解決するということはもちろんやらなきゃいけないんですけども、大体そういう時っていうのは、いや、対話が重要であると、まあ、いろんな話をするわけですけども、でも、なかなかでもうまく、いや、もうずっと行かないとは言い切れませんけども、やはり我々そんなにこう合理的と申しますか、こういうことすることがいいんだっていうふうに割り切れない一面もありますよね。そうすると、さてさて我々だけで無理だったらどうするんだ、なるじゃないですか。そうすると一つ、その IT 技術とか AI というんですかね、こういったものっていうのが何かしら我々 のこう歯止めといいますか、場合によっては新しい手段といいますか、そういったことを考えていくことで僕らがまとまっていくっていうスタイルっていうのは、これはきっとそんなにおかしい話でもないのかなという気がしていて、ドラえもんなんてのは一番わかりやすい例だと思うんですけど、こ
こういったのってのは意外と日本ならではの展開ということも言えるんだと思ってます、はい、やっぱりこういうドラえもんみたいな未来が来るんでしたら、うん、本当にウェルカムなんですけど、はい、またやっぱり一方で、うん、その人工知能が暴走するとか言うじゃないですか、うん、そういう危険性も栗原先生も指摘してはいらっしゃってですね、例えば人工知能で人類が絶滅するリスクに備えるべきだという、そういう署名にも、そういう文書にも署名してらっしゃるんですよね。人類絶滅への危機感まで生まれてきてるんですか。これね、だからなんで絶滅するのかっていう、例えば人工知能を使って戦争をする、まあ、軍事利用するってことですよね。怖いですよね。隣の国を絶滅させたいみたいな、だから結局使うのは人間の側なので、やっぱり絶滅の強制も私たちしない、ですのでやっぱこういうことは専門家だけに任せず、私たちが関心を持って考えていかないと大変なことにもなるという。そうですね、一人一人が危機感を持って気を引き締めて関心を持たなければならないと改めて思いました。うまく使えばドラえもんが、目の前にいるかもしれません。そうです、ドラえもんだといいんですけどね。ここまで東島デスクの解説でした。